間言ってたあの件ですけど、バッテリーをねとりあえず交換することにしました。そんなにね作業自体は難しくないんで、ちょっと静止画で補足しながら説明いたしますが、まあ、とりあえず交換したんでエンジンがかかるかどうかというテストを、はい、問題なくかかりますね。でこのままちょっとね試運転に出かけようかなと思います。まあバッテリーを変えたからって走りがね変わるとかってことはそんなないわけなんですけど、まあ、よっぽどねその失火が起きてる、ミスファイアが起きてるっていう時はまあ若干走りが変わったりもするんでしょうけど、そういったことは一切なくてね、バッテリーに関してはとりあえずね普通に変えてもつまんないんで、いわゆる激安品、海外ブランドの激安品というやつを注文してみました。これはヤフーショッピングで2500円ですね、約、そのぐらい。アマゾンだと2000円ぐらいで多分手に入ると思うんですが、まあ今回はねちょっとペイペイのポイントがあったんでヤフーの方で買いました。安いからっていうことですね。で僕の場合はその乗る頻度がそんなに高くないので、まあ、このね激安バッテリーを例えば、国内正規品だと1万ぐらいするじゃないですか。でその1万円ぐらいするものをこの海外激安品だと5個買えるわけですね。果たしてねその5回分に匹敵するだけの持ち方なのかっていう話なんですよね、国内ブランドのものが。とりあえずこの海外生産のバッテリーの場合動くかどうかっていうね当たり外れがまずあって、でその後どれぐらい持つかっていう、まあ、耐久性の問題があるわけですよ。で今回動くかどうかっていうのはとりあえず動いたんで、まあ問題なかろうと。でこの後どれぐらい耐久性があるかっていう話になってくるわけですよ。で耐久性に関しては、これが新車登録されてで今まででだいたい3年ぐらい経ってるわけですね。おお桜綺麗だな。で3年ぐらい経ってるわけなんで、まあ、大体3年持てばいいと言われてますね、国内生産のバッテリーの場合は。果たしてねこの海外ものがその間に5回パンクするかどうかっていう話ですよ。まあおそらくそこまで品質的にね、極端なひどいものじゃないと思うんですよね。でもちろん品質管理の問題でばらつきはあると思うんで、それこそ購入したはいいけども全然動かないっていうバッテリーもあるとは思うんですよ。その場合はね保証が効くんでだいたい取り替えてもらえるとは思うんですけど、基本的に動いてさえしまえばまあ最低でも半年は持つんじゃないかなと。1年持ったらありがたいですよね。とりあえずなんとかね1年持たせてみようということを目標に、テストしていきたいなと思っております。さていつものこの駐車場に来たわけなんですが、このバッテリーをね変えるきっかけの一つとしてこのライトの問題があったんですよね。でライトの問題は果たしてねバッテリーを変えたことで、よいしょ解消したのかと言われると実はですね解消していないんですよね。このハイビームがつくっていう問題はこのハイビームのね廃炉のね切り替えをねしても相変わらず解決してなくて、でライトもねポジション級はついてるけどメインのライトはついてないんですよ。まあポジション級ね今オフにしますけども、でメインのライトはついてないんですよ。これの状態だと捕まっちゃうんですけど、ただ走り出すと点灯するのでどこかがおかしいんでしょうね、配線がね。まあこれはちょっといろいろと考えてみようかなと思っております。
そういうわけでね、レジェンド 150S のバッテリーを交換してみましたというお話でした。ヘッドライトの方はちょっとこの後いろいろとね戻っていじってみようと思います。また何かね、進展があればご報告いたしますのでよろしくお願いいたします。ではまた。